はいどうも、トミーでーす。千葉モノレールすごろく旅。千葉モノレールの路線を使ってですね、旅をしていこうという感じなんですけども、今回はですね、すごろく旅ということで、まずルーレットを回して、その出た数字で進む駅を決めます。で、その着いた先の駅でさらにもう一個ルーレットを回します。で、そこには我々のこの動画ではおなじみのアイテム数々名を連ねておりまして、で、その出たお題をその駅の中で探すと、そんな感じで取れ高をですね狙っていきたいと思います。僕はですね、このモノレール初乗車なんですよ。この沿線のことはですね、正直あんまり知らないので、いろいろ初めて出会える景色がたくさんあるのかなと思ってワクワクしておりますので、まあ、皆さんもゆっくり風景を楽しんでいただけたらなと思います。まずですね、ルーレットを回して何駅進むのかを決めたいと思います。で、今回このルーレットは1から8までの数字、あと星マークがあります。星マークは好きなところへ飛べるという、スーパー、何でも行ける、そうです、それです。言葉出てこなさすぎなんですけど、じゃあ行きます。ポチストップ。大事なの一番最初どうでしょうか。お5。じゃあこのまず千葉港駅をスタートして5個進みたいと思います。こちらのモノレールはですね、このホリデーキップという1日ね乗り放題券がありますので、めちゃくちゃお得です。630円で1日乗り放題、最高。行きましょう。違う、トイレだから。いきなりかますな。ごめんゴールデンウィークだからちょっと分かんない分かんない、ゴールデンウィークだからこのボケってのは分からないんだけど、はい、ちょっと見ていこう、5個ね。1、2、3、4、5、天台だ。天台、はいはい、はい、穴川の前、住宅街っぽいね。初めてだな、このモノレールの雰囲気。世界的にもすごい珍しいモノレールらしい。あ、そうね、このぶら下がりスタイルね。そう、反対は来てる。来たね、めっちゃかっこいいんだけど、このボディが、うん、ね。何を探すかというのを決めましょう。まあ、お題はもう我々のチャンネルではおなじみのものがラインナップしているんですけど、スタート。ストップ。さあ、なんだ。お、スイーツ。スイーツ。これいけそうじゃない？まあね、甘けりゃね。ねえねえ。うん、まあ、一応もうなんかすごいありそうだけど、ここ臭いじゃん。とりあえず駅前にはこの大きなスーパーがあるので、最悪ここではなんとかできそう。まあ、ではせっかくなんでちょっと周り探してみましょうかね。はい、レッツゴー。
僕はね、この沿線全然こうゆかりがないので分かんないけど、テンダーどう？テンダー、まあちょっと近所に住んでたこともあり。おい、心強いね。うん、どうしてる、まあ、住んでると来ないんだよね、なかなかね。知らないと受け取っていいですか？うん。知らない2人だった。そうそう、こっち行ってみる？ちょっと、せっかくだから。いや、ギャンブルだね。ギャンブルだね。ちなみに今回は、まあ、極力スマホとかの情報を使わずに探してみたいと思います。究極困ったら使いますけど、うん、なんか早速使いそうな雰囲気だよこれね。そうね、運命の利休。あとでも今日晴れてよかったね。ああそうね、うん、散策はしやすいよ。ここ幼稚園なんだね。あうあうあう。久々の街歩きだったからさ、距離感分かんなくなった。右手に謎の研究施設。違うか。あの塀も怪しい。あ、塀高いね。千葉はあれだもんね、刑務所とかあるよね。あ、千葉刑務所とか、ね、多いね。うん、あ、本当にそうだ、鑑別所だ。鑑別所だったこと。本当だ。久しぶりに戻ってきた、挨拶しなくて。いや、違う違う違う。やらかしてないから教官みたいな。いやいやいや、清廉潔癖でやった。すげえ静かな団地、住宅街。あとどう見てもどん詰まったね。そうだね、ひどまりですね。あれは塀ってやつだね、多分ね。ちょっとないね。ないね。まあとりあえず戻りますか。戻ろうか。戻ろう、駅の方に。反対側ですね。さっきのところまで戻ってきたので、今度こっち行ってみましょう。ね、健太の見解的にはこっちの方が可能性は高いんじゃないかと。なんとなく、うん、看板がこっちの方が出てる感じがする。あ、わかる。確かにお店が多いね。ただ一つ消せないのは、それを知っといて、さっきなんで一回あっちに泳がせたんだって気になってるね。まあね。いや、なんかあんだろう。相変わらずこの適当の字が炸裂したの。ちなみにここの先にある、うん、右側にはちょっとだけ白い看板が見えてる佐世酒店っていうところは、うん、よく買いに来てました。あ、マジで。ああ、有名なの。千葉市の中では有名だと思うよ。そうなの。こだわってるからね。佐世酒店っていうところは、よく買いに来てました。あ、マジで。よく買いに来てました。あ、マジで。ああ、来たことあるんだ。何が？来たことあったんだ、ここ。あったあった。おい、騙されたぜ。知ってちゃん、面白くない。めちゃくちゃ泳がされてたよ、俺。でも、佐世酒店までしか来たことないから。あ、本当にここまで。そうです。本当このためだけ行ってる。そうそうそう。いよいよ商店街終わっちゃう、これ。じゃあ頑張って、うん、千葉台の方まで歩けば、うん、なんかあるかもしれないね。そうだよ、あっちだ。なんか、あ、ないか。でもサンドイッチ屋さんあるよ。フルーツサンドとかだったらいいかも。サンドイッチ屋ってどれだ。これこれこれ。あ、そうなんだ。トミーだ、しかも。お、オンジョある。フルーツ。オンジョ。フルーツミックスあるよ。ちょっと。これしようよ。いいね。あ、こんにちは。では、まさかのサンドイッチ屋さんがありまして、このね、フルーツサンド、こちらをゲットしました。食べよう。これは十分スイーツでしょ。ね。しかもお店の名前がトミーさん。まさかの偶然。見てくれこれ。うまそう。シリじゃん。うん。いただきます。これだ。フルーツのジャンクな感じがいい。
ジャンクなの。そうなんだ。なんだろうな。今日言い方難しいけど、缶詰感というかさ。ああ、なるほどね、うん。昔ながらの感じがいいよ。あとなんか生クリームもね、奥深い甘さがあるよ。すごいしっとりとしてるし。じゃあトッピング一つ。ま。食べられるかな。どう。美味しい。期待してた味だよね。そうなんだよ、うん、これこれこれそう、うん、求めてた味なんだよ、うん、はい、それでは仙台駅に戻ってきました。引き続きすごろく回していきましょう、ね、さあ行きます。よーい、スタート。ストップ。さあどうでしょう、どうでしょう。おっ、4、どれぐらい、どこぐらいだろう、まあ、残り何駅やったか覚えてないけどね、うん、ちょっとじゃあ上で確認しようか。あの路線図を見て確認しよう。出ました。終わりと。この店は開いてる。